こんばんは博士。はい、こんばんはしめちゃん。今夜のゲストも先週に引き続き、株式会社サンルイインターナショナル代表の森田敦子さん、そしてスタジオボディデザイン加圧トレーナーの比嘉理恵子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、先週はあの、うん、新しく発売になったリビエージというね、はい、化粧品のお話しましたけども、救世主が現れたという話でね、盛り上がりましたけども、ね、こう女性3人集まってやっぱなんとなくね、マシンガントークになるかと思いきや、はい、皆さんね美の話はね深く入りそうだからかなと結構ね目が真剣になっちゃいますよ ね美の話になると。本当ですよねみんなこう聞きたい聞きたいって気持ちがあるので。何が一番肌で美の悩みなの？やっぱり30を超えると、うん、やっぱり小じわができてきたりとか、はい、乾燥ですね。乾燥ですね。くすみ、そうですね、目の下のくすみとかもやっぱり気になりますね、うん、はい、40を超えてくるとほうれい線とか肌のたるみですね。そうです、ほうれい線もやっぱり、うん、特にこうよく笑う方とかも結構こうくっきりそう言ってしまうっていう、うん、できますもんね。楽しめば楽しむほどシワができるっていう、笑うと小じわ増えるね、やっぱりって言ってよく聞くんですけど、うん、でも笑わないと幸せは来ないしね。そうです、そうですね、うん、だからここは先生にって作ってもらって、あ、そうね、はい、そこへ来るからね、はい、でもその、うん、シワってっていうのはやっぱりそのコレステロールが高かったりとかね、生活がタバコ吸ったりすると深くなるじゃない、うん、ああいうのってやっぱ元へ戻せるの？もちろんその外からの化粧品である程度弾力と、はい、それから肌のターンオーバーを切り替えていける化粧品というのは今ものすごく高機能でありますからできますけれども、案外と今度食べるものとかインナーも重要ですよね。そうですよね、そうですよね、土台がしっかりしてないと吸収もできないですもんね。できないですね。食べ物もね、そうですよね、やっぱ美味しいものばっかり食べててもやっぱりちょっとね脂っこいものとか続くともうあからさまに吹き出物が出たりしますね。ますね、ニキビって言わないじゃないですか、やっぱりこう一定の年齢くると正しい認識だね。あ、吹き出物って、そう、わかります。吹き出物ね、やっぱ悩みだろうね、うん、女性にとってはね、うん、そうですよね。本当一つできてるだけでもなんかその日のテンション変わります、ね、下がっちゃいますよね。気分が滅入りますよね、うん、全然違いますよね、うん、そんな時にあれですよね、先週お話しした、はい、あの美容液、美容液をちっちと塗って、あの私あの 肌荒れに効くって聞いた瞬間もうすっごいもう食いついてましたからね、ずっと説明書読んでましたからこれは手に入れようと思って。しねちゃんも結構トラブル多い？肌の。私もトラブル多いですね。私もともとアトピー持ってたので、はい、みんな多いね。で全部私は小さい幼い時にね、母親がの漢方で徹底的に治療してもらって、うん、なんとかこう肩とか残らずに、はい、今全く出ない。ちょっとでも疲れたりとかすると、うん、ちょっとこうなんとなく出てるような気もするんですけど、うん、そこはさっきあの森田さんがおっしゃったインナー療法、はいはい、食事とかで調整していけば、うん、なんとかもう今はトラブルなしで。でもやっぱりちょっと、うん、あのきつい化粧品とか使うとかなりトラブルが、うん、出てきますよね、はい、多いですね。結構難しいですね。そう、化粧品を変えるのって結構難しいっていうけど、やっぱそれ大変？そうですね、結構勇気がいることで、うん、私もあまり冒険はしないんですけれども、うん、もう昔はいろいろやったんですけども、うん、今はもうちょっといい年になってきたらもう冒険をするのをやめてたんですけど、うん、本当に今回のはとってもテクスチャーもいいですし、うん、もう抗菌作用もあって、うん、本当いろんな方に使っていただけると。森田さんにね、はい、テスターというかその試作品の時にいろいろ知り合いのね、ちょっと名前言えないけど芸能人の人とかね、はい、お渡しして試してもらったんだけど、みんなすごいあれでね、うん、喜んでもらって、その染み込むっていうすごいその表現がね皆さん言うんだけど、うん、でも本当にあの早かったですね。私ちょっと試させていただいた時に、一瞬でちょっとさささささっと慣れただけなんですけど、スーッと入り込んで。そうですよね、はい、本当はセットで使うといいですけど、うん、エッセンスはご自分の持ってるものにも組み合わせられますよね。まあ、さっきなんじゃないけど、やっぱ自分の化粧品を変えたくないっていうかね、ちょっと怖いっていう人はね、うん、まず自分のお手持ちの化粧品にね、さっきのエッセンス混ぜてもらってやるとちょうどいいかもね、うん、効果がすぐ分かってくれると、ねね、思います、うん、ちょっと楽しみになってきましたね、私使うのが。ね、いやもう早速使わせていただこうかなってここも思ってるんですけど、あの帰りに森田さんがいただいて、はい、はい、いやいや購入しますちゃんと購入します、差し上げます、ありがとうございます
でも本当すごい、なんかいろんなものが合体してますよね。そうね、フィトテラピーとアンチエイジング と、それからまあオーガニックのホワイトハニー、ね、ホワイトハニーと、うん、いや確かにね、うん、結構蜂蜜使った商品って、うん、まあ、こういう化粧品をね作ろうって話になった時に、うん、デパートに行ったらあるんだけど、うん、このどの蜂蜜ってのはないんだよね、うん、ないですね、うん、蜂蜜が入ってるだけで特別な蜂蜜使ったやつっていうのはないんだね、うん、まだ、うん、これだけ酵素が入ってるものってないですよね。そうですよね、今ちょっと酵素ブームで、うん、午前中よく果物とかね、うん、あの例えば乳酸菌とか腸の働きを良くするものとか、はい、ビフィズス菌とか言いますけど、うん、やっぱり午前中酵素を取るっていう意味では、うん、この蜂蜜を午前中いただくっていうのは絶対いいですよね、うん、いいですよね。それをまた食べてもいけるし、お肌の上からもできるし、できるし、ね、すごいなんか、うん、嬉しいタッグが組まれたなと。そう、はい、いやでも本当ね、うん、最初ね、うん、室田さんって、まあ、前回も話したけどね、はい、時にこうちょっとね顔が嫌そう、はい、でしかも意外に蜂蜜って合わないのよとか言われてね、シュンとしてるところに途中からすごいやる気になってくれてね、うんうん、もうちょっとびっくりして、うん、毎日徹夜で研究室に入ってすごいですよ。すごいですね、うん、でもやっぱりもういいものはいいってことですよね。そんだけこう森田さん心を動かしたってことは。そうそう、まあ、でもこの蜂蜜ね正直ね、はい、うん、食べてもらうと全然違うから。そうですよ ね、すごい説明しやすい。そうなんですよ ね、そうするとね、うん、普通じゃないなっていうのがね分かりやすいんでね、うんうん、はい、では引き続き森田敦子さんと日賀理恵子さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、ね、まあ、ずっとね、うん、美容談義を、ね、はい、女性3人の中に混じって聞いた。混じってくれた。最近ね違和感がないのが怖くてそう、なんか全然本当に違和感感じなくて。もう先生肌綺麗ですよね、うん、そう、あのこれのおかげですよね。もうでもね、あの試供品というかね、うん、試作品の段階からねいろんなやつを使わせてもらってたんで、うん、結構そのおかげも多いと思うんですけどね、うん、特にホワイトエッセンスやっぱりね、もう手持ちの時に、うん、男性でもね最近使うんでしょ、うん、そうですよね、うん、やっぱりけど、ね、男性もお肌を綺麗な方の方がね、そうですね、いいですもんね、うん、いいですよね、うん、絶対私もそう思います、うん、絶対男性もそれで免疫力が高くなるはずですよね、うん、絶対ね、だ問題は僕の場合はね、うん、運動ができないからね、運動、うん、科学の力でしかダメ。そんなことないじゃないですか先生、加圧トレーニング今頑張って、先生、先生の救世主が今目の前にいるじゃないですか。毎週一回ね、そう、日賀ちゃんとこ通って、はい、いじめられてるんです、いじめさせていただいてるんですけど、けど先生も本当最初ね、うん、腹筋とかももう5回ぐらいでキャイーンって感じだったんですけど、はい、今ではもうすごいたくさん30回を2セットとかもできるようになりましたし、ね、でも最後キャイーンですよね。けどやっぱりね、美と健康には運動は欠かせないかなと思いますしね、うんうん、そうですね、私加圧ってすごく興味があるんですけど、はい、どんな風に体にいいんですか加圧っていうのは。まあ、簡単に言うと30分やっただけで2時間ぐらい運動した効果がありまして、はい、まあ、成長ホルモンの分泌を促すようなものになります、うん、血流を適度に制限していきますので、まあ、脳と筋肉をちょっと騙したような状態にして乳酸を貯めて、うんうん、で、まあ、脳下垂体を刺激して成長ホルモンを分泌させていくっていうような感じなので、まあ、加圧ももちろんアンチエイジングにもダイエットにも良かったりするものにはなるんですけれども、本当に、ね、短い時間でね、うん、すごい効果が出るからびっくり。うん、そうですか。週1回は30分しか入ってないんだけど、結構筋肉はね、うん、そうですよね先生、うん、もうバースト、うん、胸とかもしっかり上がってこられてますし、うん、上がってきたんですか。そう、バストアップお願いして。意味が違うな。けどね、男性もやっぱりお胸、ね、そうですよね、やっぱり垂れてきますもんね、うん、ね、でもその時間がそのねちょっと短縮してできるっていうところが、そのお忙しい方にもすごい、うん、ね、いいですね、うん、先生とか短縮だけじゃなくてね、うん、効果もなんかね、いいって今ねおっしゃってましたしね、うん、そうですよね、うん、早く効果は出やすいですので、うん、週1回30分で成長ホルモンが出てくるんですか、はい、そうですね、成長ホルモンがその、ね、うん、やっぱり普通に運動しているとなかなか成長ホルモンを分泌させるまでっていうのは大変なんですけれども、うん、加圧をすると、まあ、その強度にもよるんですけど安静値の100倍から290倍分泌できるって言われているので、うん、かなり効果は
普通に運動するよりは出やすいとは思いますと思いますが、まあ出やすい。はい、最初した時にね、うん、かつてあれ僕だと200ぐらい調子いいと入るのかな、圧は200ぐらい、うん、あかける圧の数字ですか、それは。すいません、ちょっと私ね加圧したことないから分からなくって、やってみたいですよね、はい、ちょっと興味あるんですけど、やっぱちょっとこう第一歩が怖かったりしますもんね。なんかこう締め付けられてどうなるんだろうとかやっぱり思ってしまうので、うん、いや色が変わるからね、そうやっぱりびっくりする。そうやってどこの色が変わるんですか。手の色はだからあの血圧計巻くでしょ、うん、はいはい、あの血圧計を巻いた時に、あれ普通まあ血圧が150ぐらいだと180ぐらいまで上がるんだけど、うん、でそれをもうちょっと上げた感じで止めてる状態、うん、そうするとやっぱ手がね最初紫になってね、そうですね、ちょっと赤っぽくなってくるので、皆さん最初それを見ると驚かれるんですけど、うんうんうん、それはもう大丈夫ですので、それがまあ加圧トレーニングの色というかなので、うんうん、まあ、だんだんそれ回数重ねるごとに少しやっぱり慣れてくるとかもあるんですか。そうですね、まあ、血流を制限している状態を作っているので、はい、その色自体はまあまあ毎回赤くはなるんですけれども、うん、そうですね、徐々にこう慣れてこられるので、うん、見た目とかもだいぶ、うん、その日の体調にもよりますね、うん、体重ね、お酒飲んだとかね、そうなんです、痛いとかあるんだけど、やっぱ睡眠たっぷりだとね、うん、結構全然平気でやれて、そうです、ね、ってことは冷え性にもいいんですか。そうですね、もう、うん、もちろんです。私が加圧にハマったのが一番冷え性が改善されたことが嬉しくて、あ、そうですね、ポレポレ込んでですね、やっぱり血流を良くしていくので、うん、もちろん冷え性にも、うんうん、いいですし、うん、冷えってね、はい、万病のもとっていうから、それにいいってことはすごいですね。そうなんです、うん、本当にもう、なので加圧をすると、まあ、冷え性にももちろんいいですし、うん、その傷、怪我とかの回復にも良かったりもしますし、本当それこそお肌の張りツヤも良くなりますし、うん、もういいことだらけです。なんか加圧とアンチエイジングがつながってるって今日初めて理解しました。私やっぱり運動のイメージがすごい強かったんですね、です鍛えるっていう意味 で、でも肩こりもね解消すぎるし ね、うん、そうですね、うん、昔も本当毎週1回はね、うん、あのマッサージ行かないと我慢できなかったんだけど、うん、やっぱ加圧通い出して、はい、ほとんど行くことなくなって、そんなに効果が出るんですね、うん、あ、すごいね、そうですね、すごいですね、血管年齢とかも若くなりますし、うんうん、骨密度とかも上がっていくので、うん、本当にいいこと尽くしですね、うん、なので加圧をされた後にこうエッセとかしていただくととても効果が上がりやすかった、相乗効果があるんですね、はい、これは素敵なことを、本当ですね、もっと綺麗になれますね、はい、伺いましたね、加圧をした後にリピエージュを塗っていただいてピントを張らせて、もうどんだけ美しくなってしまうのかがもう怖くなるぐらいの今再現ないですね、はい、もう今もう、ね、どん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 本当に最近すごいと、昔だってね、50、60の方って、もう本当にだって亡くなる年でしょ、まあそうですよね、うん、本当に、ね、うん、最近50歳60歳の人でもう、もう全然わからない、生き生きされてますよね、女優さんもそうだし、ね、まあ、この番組でもってね石田純一さんとかね、川島奈美さんとかみんな50代だけど、わかんないですよね、わかんないですね、最近本当すごいなと思って、はい、再婚できるっていうのはそういうところが、再婚できるとか言ったらあれですけど、いやでもまたやっぱり、まあ、そうですね、ね、ここも見た目もそうですし、心の中も、うん、素敵なことですね、すごいですね、でも話がちょっとね危ない方向きだよ、ね、時間も来ましたんで、そういつももう聞きたいことがありすぎてまとまりがつかないっていうこのあたりでね、はい、女性3人の、ね、美容トークは終わりということでプラスメンズ1人はいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。